はい、どうも、ネグラスです。さあね、今回も無料感じの編やっていきましょう。今さ、マスターソードが結構青白く光ってるけど、カメラの角度によっては、真っ白っぽく、ほらほらほら、真っ白っぽくなるということに、初めて気づきました。というわけで、ウオトリー村にいる理由としては、この力煮込み料理、前回なくなったんでね、作っておきました。というわけで、今日も試練の宝探しやっていきましょう。残る試練の宝は5個。風の噂が俺に支えてくれる。この辺にあるらしいよ、試練の宝が。今度はギルド地方か。やっていきましょう。試練の宝感知してるね。けど、反応がなくなったってことは後ろか。行き過ぎ、あったー。なんか普通にありましたわ。さあ、ダコタワーの祠。エレキの通り道。やっぱり砂漠にある試練の祠は、電気系統が多いってことやね。そしたら、ライデの剣の出番ですね。ロードされてないよ。この22じゃないかな。ライデの剣。え、マジでなんかロード遅くね？ああ、ロードされた。ロードがすげえ遅いな。スイッチのスペック不足が目立つよ。なんか M.2SSD が入ったらスイッチプロとか出ないっすかね。あれ、そっち行くの？ライデの剣の出番はまだ早かったか？ん、なんかいる。これはもう、騎士じゃなくて、この間両手剣で、HP100 はもうワンパン。いいぞ。古代のバネ、ネジ。こっちから、お、電気がある。まあ、おそらくあの弾を持ってこいよってことなんだと思うけど、まあ、ライデの剣で行こうか。さあ、これで上がって、待って、カシュ。オッケー。あ、宝箱もあるけど、まあ、いっか。あ、これは、なんかスクショ取っちゃったよ。これは、このライデンの剣をあそこに放り投げるだけで、ほら、ライデンの剣が感電させて、20ダメージずつ減らしてくれるのか。よっしゃ、これで倒して、これって取れないよね。おそらく、この電気を使って、倒してねっていう、仕掛けなんじゃないかな。ご丁寧にはしごまで置いてくれてるわ。交代の子は、うれっぴー。いや、これ、のかして。下もいけるな。スイッチあるよ。おい、マジかい。てか、なんかこれ、上に上がりそうやね、これ。あ、多分、さっきのスイッチがあれなんじゃない？上に上がるスイッチなんじゃない？もう、マジで言ってんの？さあ、今度は落ちないようにしっかりジャンプして、このスイッチはなんだ？やっぱりこれはエレベーターやね。これでまあ、ショートカットができました。で、本命はこの上かな？動いてるね。やっぱしょ。もしかして、さっきのさ、下にあった電源持ってくるのかな、これ。多分、そういう、ちょうどエレベーター。多分、そういう仕掛けっぽいような気がするけど。つかめる。よしよし。これ持っていこう。ここ置いてみようか。これ電源が入ります。置いてる置いてる。電気が伝って。てか、電気伝うの遅くない？電気ってさ、もっと一瞬でビュンって普通は渡っていくよね。あんな遅かったっけ？電気の速度ってどれぐらいの速度出るんかな？まあ、音の速度よりかは速いと思うけど。これはこっちに移動させて、で、こうか。あそこに宝箱あるから、あの宝箱も取っていこうか。太陽の盾、太極大、いらないねー。ここはもうこれで渡れるね。よっしゃー。克服なかし、16個目。どうやら、ここにもあるらしいよ、この辺にも。ここはね、覚えてるわ。なんかね、ヒノックスがいてて、その下側にあったのはね、覚えてる。てかなんか右に焚き火あるし。あ、てかなんか普通に、普通に見えるんですけど、ヒノックスもさ、あそこにいた気がするから、倒そうか。久しぶりのなんか、ヒノックスじゃない？ヒノックスはさ、なかなか倒さないよね。イワロックはさ、鉱石いっぱい落としたり、ライネルは、まあ、強い武器いっぱい落としたり、戦ってて楽しかったり。
するから、意外とさ、戦う機会って多いけど、ヒノックスってさ、なんか変な肉とかしか落とさないからさ、戦う機会って全然ないよね。あ、このエネミーが壊れちゃう。耐久値移植したのが、ようやく壊れるか。そして攻撃力アップもついてないのに、この火力。ここまで来るとさすがにね、もう相手ではないよね。そしたらもう壊れちゃう弓は変えておきましょう。耐久値移植したから、耐久値119あったのに、もうなくなっちゃったのか。もうって言っても、前に移植してそこから一回も壊れてなかったから、逆に言えば長持ちしたのか。やっと壊れたっていうのが正しいかな。さあ、試練のからどこやったっけな。ありましたん。さあ、ダーク仮想の方からの前に、なんかここにイカダあるよ。ちょうどさ、コログの内山持ってることなんで、ちょっと、運転してみる？なんか、機動性悪いな。てかさ、イカダってさ、いや、出れなくね、これ。イカダってさ、いらなくね？あの、アイスメーカーでさ、足場作っていった方がいいよね。あ、これ壊せるのか。これで、旅立ってるよと。まあ、アイスメーカーで行っていいような気もするけど。力の試練、ジョイ。克服の証、17個目。さあ、残る試練の方からはあと3個となりました。そのうちの一つはここやね。赤い月が来た時に行けば出てくる試練の方からで、一つは分かってるんで、残り二つ、どこにあるかな。風の噂、頼りにするか。うん、ここら辺にあるらしいですぞ。このくぼみかな。なんかありそうじゃない、このくぼみに。近くから行ってみましょう。おうおう、普通にあるぞ。しかもこれ、さっき言ったくぼみじゃない？ちょうどくぼみのところにあったわ。なんか普通に野良にポコーンって生えてる試練の方からが意外とやってなかったりするのね。今日の試練の方から全部そうやね。ポコってあるやつ。さ、ダージュの方から。炎の力。さ、ダージュの方から。炎の力ってことは、今回はライデンの剣ではなく、火炎の剣が役に立ちそうと言った瞬間に HP1500 が見えております。ビタロック使っていくか。まあ、攻撃力アップも食えばいいけど、とりあえずそのままデフォルトで戦ってんよ。あれとか普通に階段ってかはしごがあるね。ほいよ。止めてじゃない、ラッシュ取って、止めるのはこの後やね。で、この後どんどんで、止めて、はい。1、2、3、4。オッケー。1500はちょうど60で割り切れるのかな？ん？これは、剣ビーム使えないな。ちょっと剣ビーム使えない。何食おうかな。リンゴでいっか。ほいよ。こういう時剣ビーム便利やね。HP が減ってなければね。あー、怖い。ここも燃えてると。よしよし。炎の力他に、何これ。そこを開きたい開かせたい宝箱。ここでこそでしょ。ここでこそ火炎の剣の出番でしょ。よし、火炎の剣のポテンシャル高え。燃やして、あー、カンって弾かれた。君にはまだまだ仕事はあるぞ。大きな弓速射、まあ、いらないな。完全にこの絵の弓の劣化やもんね。耐久値移植ができる今では。ここ燃やして、でこっちも燃やして、いやマジ火炎の剣有能。よしで、ドンドンで、そこが開きますからのゴールですね。克服の証、18個目。さあ、記憶は2枚あるけど、これは余裕でしょとか、最後のやつ何これ。こんなんわかんねえよ。これはわかるよ、さすがに。これさ、なんかさ、カンギスさんとかってヒントくれなかったっけ。まあ、いいや。これは、ここでしょ。かかりこ村の近くのラネール山道東口、ここでしょ。行くぞ。なんかここにいるさ、なんか出てきた。ここにいるモリブリンってさ、ずっと黒モリブリンじゃない。なんかそんなイメージがあるわ。
君は成長しないタイプなのかい？そこだ。ファイヤー、こっちの弓の方が早いね。明るく落とすのか。結構お金美味しい。27ルピーシェンロンが飛んでる。さあ、記憶もあったね。で、どうだった姫さん、神の山での修行はよ。目覚めなかったんだ、封印の力。ごめんなさい。お姫様、頑張ったんだろ。それでダメなら仕方ないよ。それにこの山での修行が全てってわけじゃないさ。案外何かのきっかけで封印の力は目覚めるかもしれない。 ありがとう、ウルボザ姫様。うまく言えないんだけど、私考えてみたの。私が治癒の力を使うとき、何を思ってるんだろうって。そしたらそれは、姫さん、やつは俺たちだけで何とかしてみせる。よし、みんな自分の神獣に乗り込んで厄災を打つ準備だ。俺たちはリンクがガノンと戦う時に一斉攻撃をかける。相棒、おめえはハイラル城へ。しっかり援護してやるから、思いっきりガノンの野郎をぶちのめせ。さあ、お姫様、あんたは安全なところへ。いいえ、私も行かせてください。何もできないかもしれないけれど、せめてみんなと一緒に。